こんばんは、カビちゃん。こんばんは。今日も。お久しぶりです。あ、お久しぶりです。どうもどうも。1ヶ月ぶりやね。うん、ちょうど1ヶ月ぐらい。そうだね。時間が経つのはあっという間だよ。早いですね。早いですね。もう、あれだよ。月曜日が4回来たんだよ。あ、怖いですね。怖いですね。まあ、大体だけどね。大体それぐらい。てますね。いやー、あっという間すぎる。うん、もう5月が終わり、うん、そう、終わりかけている。終わりかけている。早いなー。何してたっけ、5月。本当なんか、早いな、うん。早いね。うん。5月なんか必死になんだろう、毎日を生きていた気がする。うん、着いたら今日だったね。そうだね。そんな感じだよね、ほんと。日々、なんていうか。普通に過ごしてたら今日になった。そうそう。うん、そう、カビちゃんなんか変わったことあった？変わったことね。うん。もう引きこもってますよ。うん、そうだよね。思ってます。ずっと。うん、いやー、同じくですよ。だいたい引きこもってます。うん、そう、まあ別に変わったことでもないけどね。うんうん。今まで。うん、今までと変わりないです。変わりなく引きこもってます。まあね、今こらえ時だと思いたいよね、ほんと。今がこらえ時。うん。うん。いや、なかなかね、いろんなことを、そう、こらえている時代にはなっておりますが、時代？今さ、まあ、5月なわけだけどさ、ぼちぼちさ、夏になるわけじゃない？はい。うん、からなんかやりたいこと、夏にやりたいこととかってカビちゃんありますか？夏ね、うん、ちょっとね、うん、ここ 2,3 年ぐらい海に行ってないなと思って。あー、行ってないね。海に行きたい。別に泳ぎたいとかじゃないけど、わかる。海に行きたい、うん、海いいよね。あの、あ、大海原を眺めたい。そう、うん、島に行きたい、うん、島。島に行って海を眺めたい、うん。なるほど。あれだよね、海きれいな島とかあるもんね。うん、うん、瀬戸内海は島だらけなので、うん。あ、そうか。なるほどね。です。私のイメージ、沖縄だった。島。全然ね、見えないんで、こっち。なるほどね。そっか。瀬戸内海か。あんまり行ったことないな。いいうん。島、うん。島だらけ。島だらけ。島、絶対何かの島が見える。こ、うん、こから見ても、うん。なるほどね。え、綺麗ですよ。瀬戸内海って、なんだろう。ここに行った方がいいよ、みたいなおすすめ島とかあるんですか？瀬戸内海、どうなんかな。うん。まあ、三島が有名ではあるけど。あ、どこ？宮島とか、まあ、宮島か、超超ド定番で行くと宮島、うん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 、ね、まあ、あと私的におすすめは下鎌か、うん、下鎌もう超マニアックなとこだけど、うんうん、下鎌か、うん、島とか温度とかあの辺とかはおすすめですよ。鎌狩り島、下鎌狩り、上鎌狩りってあって、うん、占ってるとこがあるんですけど、うーん、この辺とかね、うん、綺麗。あ、そうなんだ。あの、うん、街並みとか持って、うん、もう海沿い、海ギリギリに家建ってるみたいな。へえ。ああいうとこ、穏やかで。穏やかで。穏やかで素敵ですよ。なるほど。下なんていうの？鎌狩島っていうの。鎌狩島か。下なかった。銀玉のロケ地になってました。あ、銀玉のロケ地になったのは鎌狩じゃなかったかな、ちょっと忘れてたけど、うん、なんか銀玉のロケ地になった島もある、うん、あ、そうなんだ。へえ、銀玉のロケ地か。銀玉ってあの映画のロケ地ってことだよね。実写の、と実写、あ、あ、どこだった、ちょっと忘れたな、島じゃなかったかもしれんけど。そうなんだ。なんかそういう場所もあります。へえ。やっぱりじゃあそのそういうさ、なんていうの、観光地的なところだとさ、お土産これ買った方がいいよとかある？ああ、でも宮島行くんだったら、うん、揚げもみじを食べてほしい。揚げもみじ、あ、美味しそう。
みじまんじゅうってあるでしょ、広島の。あるね。うん、入ったやつ、うんうん、あれを揚げて食べるがあって、うん、そうなんだ。別に宮島、あの宮島行ったら食べるって感じかな、お店があるんで。なるほどね。揚げてくれるやつ、その味選んで、うん、あんことチーズと、うん、なんだったかな、カスタードとか、なんかちょっと忘れたけど、うん、あって、うん、選んだやつをその場で揚げてくれて、うん、熱のを食べるみたいな。いいなぁ。ほんと食べてみてほしい。持って帰れんかもしれんけど。へぇ、そうなんだ。あれだね、揚げたて食べれるんだ。揚げたて食べる、めっちゃ熱いけど。めっちゃ熱いけど、美味しい。はい、あ、そうなんだ。いいなぁ。まあ、定番はみじまんじゅうなんじゃないかなぁ。みじまんじゅういいなぁ。食べたい。もう普通にお土産とかじゃなく買って食べるもんな。うん、美味しい。それいいね。いや、美味しいよね。確かに。揚げ物系は、揚げまんじゅうとかさ、揚げ物系はさ、大体当たりだよね。当たり。当たり。いや、ほんとね。うん、今はあれだけど、落ち着いたらね、宮島ぜひ。今、鳥に工事中なんでね、あの大鳥。そうなんだ、大鳥工事中なんだ。工事中なんで、逆に工事中見れるの今しかないんでね。確かに、レアだ。生きてるうちに多分今しかないんで。確かに、確かに。レアですよ。レアだね。あれだね、宮島好きというか、神社好きかな、うんうん、神社好きだったら、うん、あれだね。神社もいいですよ、道引きで、あの、うん、変わるんで、うんうん、その鳥居のとこまで歩いていけるぐらい人が引くんで、うん、いや行ってみたいなとは思ってたんだけど、あれだね、落ち着いたらぜひ行きたいね。そう、行ってみたいとこいっぱいある。うん、ある。でばっかり増えていく。わかる、うん、とりあえず北海道の海鮮を食べに行きたい。わかる、北海道行ってみたいな。行きたいな。いやさ、行ったことあるんよ。あるんだけど、そう、行ったことあるんだけど、海鮮めっちゃ美味しかった。いいな、行ったことない。そう、だったりとか、そう、あの、フェリー好きだからさ、あれなんだよね、フェリーで乗ってなんかあの、いろいろとさ、旅行行ったりとか好きなんだけど、いや、海綺麗よね。いいですよね。この話何度もしちゃうんだけどさ、いや、もうほんと、あれだよ、海、ね、朝焼けというかさ、うん、朝早めに起きてさ、日の出を見るんだよ。ああ、いいな。甲板からもうね、これみんなやってほしい、ほんと。もうすっごい綺麗で、雲の合間からさ、なんていうの、五光みたいなのが差してくるからさ、雲見えると、そう、すっごい綺麗だよ。いいな。うん、そういう旅したことないな。なるほどね。いや、ぜひやってみてください、うん。楽しそうだな。あのね、閑散期に行くとね、フェリーね、あの、一部屋貸し切りみたいな時あるから、あの、本当にあの、なんていうの、あの、一部屋ごとって高いんだよ、本当は個室、うん。個室高いから、私個室じゃなくて、あの、なんていうのかな、みんなで泊まる部屋みたいなのがあるのね、フェリーって。あの、雑魚寝のところと、あと、うん、あの、ベッドだけあるところ、簡易ベッドだけあるところがあるんだけど、一回ね、超レアだったのが、簡易ベッドのところ、カードキーがついてるんだけど、女性専用とかだと。あの、レアだったのが、その時に多分、宿泊してる人がほとんどいなかったんだと思うんだけど、部屋入った瞬間に誰もいなかったんだよね。でも、10個ぐらいベッドあって、そう、10個ぐらいベッドあるカードキーのついたその女性専用のあの部屋だったんだけど、どれもいなくて、多分貸し切りみたいになってたんじゃないかな、たまたま。うん、あれだからフェリーってさ、確かね、9月ぐらいだとあの台風とかもあるから、そう、穴場っちゃ穴場なんだよね。あの、台風あるとフェリー出ないけど運だけど、そこのところなんだけど、まあ、一回ちょっとね、友達と一緒に行こうって言った時に、あの、フェリー泊まったことあって行けなかったことあるんだけど、仮に別の場所をね、あの、旅行したことあるんだけど、うん、だね。意味もいいな、うん、その先なんて、うん、泊まってはないけど、そのフェリーで島に行ってとかは、うん、
来たことあるけど、うんうんうん、まあ、今夜を、うん、夜、うん、朝夜みたいな、うん、とはないな。でも朝日見るのはね、うん、旅行行く先々にしますね、うん、私も早起きして、おー、前とか言っても結構前だけど、うん、別府行った時に、うん、それこそあれですよ、 GoTo って安かった、うん、コロナあったみたいな頃に GoTo 使って別府に行ったんですけど、うん、なんかそのそこそこいいホテルだったらしくて、うん、その泊まった場所も、うん、まあ、安く泊まれて、多分いつもよりいいブレードのとこに泊まれて、うんうん、ここが風呂からその水平線から出る朝日が見えますみたいな、うん、いい、ここで朝早く行ってお風呂浸かりながら朝日見ました。うん、めっちゃ良かった。水平線からさ、わかる、日が昇ってきても真っ赤で、うん、なんかすげえ感動したこんな赤いんだっていう、あるよねそういうの。いやいいなー、うん、旅行行きたいなー、行きたいなあの北海道、うん、北海道だったかな、あの、うん、引退した競走馬がさ暮らす牧場というか、うん、なんとかがあるらしく、うん、北海道に広いとか、うん、そこにねちょっと行ってみたいなっていうのをもう私は何年も前から思ってるんですけど、こんなに今競馬が流行ると、ね、流行ることになると思ってて、うん、すげえ流行に乗った人みたいにちょっと思われそうであれなんですけど前々からね そこずっと気になってて、うん、北海道行きたい理由の一つ、うんうん、なるほど、あそういうところがあるんだね、なんか北海道 だと思う、うんうんうん、そうそう、なんか広いね牧場、牧場っていうんかな、うん、なんていうの、なんかまあ引退した競走馬たちが暮らすところがあるらしい、うん、へえそうなんだ、見たい、そうそうそう、行きたいねそれは、うん、行ってみたいとこいっぱい、うん、いっぱいある、今あれだよね、九州も行きたい、そうだね、あの馬娘とかね流行ってるからね、そうちょっとあれがすげえ流行ってすごいことになってるからね、今やってますけど、うん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 、ちょっとした社会現象になってるからね、馬娘、あんなに流行るとは、うん、って感じでびっくりした、うん、あでもね可愛いよ、あ私ゲームはねやってるんです、あそうなんだマジか、ね、フレンドになろうっつって、ね、全然ちょっとまだまだですけど、うん、あ私も大丈夫、まだ初心者だけどいや可愛いですね、可愛いよね、あとさ歌良くない、いい歌いいよね、いやライブまだ全部は聞けないけど、うんうん、うん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 、いやあのメインのさオープニング曲もさすごいいいから、うん、あれは歌いたくなるよね、ね、なる、うん、アニメもね見たいんですけど、うん、私そのあそうなんだ、言ったらさ、うん、アマプラ的なものとかに入ってないんで、何も見る手段が、見る手段がいまいち、テレビでやってくれると見れないんですよね、まあ、YouTube に上がるあるんかもしれんけど、あいや YouTube はねやっぱりね、そこはねと思って、うんうん、そうそう、なんかテレビでインアニでもやってくれたら録画して見るのになって思いながら、うんうん、もう一回やってほしいよね、確かに一気から全部ね、うんうん、一応ね、うん、あれだよ D アニメストアにあるよっつって本当全部あった、そういう、うん、なんかサブスク的なやつやってないんで、なるほどね、そっか、見えないんですよ、そうなんだよね、あれはね全話見たけどよかったよよかったよっ面白いんだろうな、うん、言っとく、とりあえずね私最終回まで見たんだけど、うん、馬ぴょい伝説っていう曲あるんだよね、うんうん、でこれがこんなにいい曲だったとはって思ったネタにされ尽くした感じあるけどな、あの曲、うん、馬ぴょいね、馬ぴょいかわいいけどな、曲もうん、かわいいけど、まあまあまあ、なんだけど、あれだね、うん、あれ、あ、この曲、いい曲だったんだって思った。感想。そうそうそう。いいですね。いいよね、ほんと。アニメもな、アニメいっぱい見たいけどね、そう、どう、なんかアニメを好きなだけな時に、見たいって思ったら、やっぱそういうのに入ってないと、うん、なかなか自由に見れんなって思いながら。わかる。なかなかね。結局今あの再放送してたラブライブのね、うん、虹ヶ崎学園のやつを見てるんですけど、録画して、うん、もうそれだけ今見とるアニメテレビで録画して、うん、面白いですね、やっぱアニメ、うん、いいですね、
アニメいいよね。アニメいいですね。うん、見たいアニメが本当多すぎるからさ、今、うん、おすすめされるけど、うん、そう見る手段がないのっていうめちゃくちゃ見たい気持ちがあるけど、うん、みたいな。うんうんうん、そう今何見てたっけってなるときない？ある。あれこれこあれ終わったんだっけみたいなさ、あどうだったっけみたいな、うん、あれ最終回だったっけこの間のやつみたいな。飛ばしたかもみたいな時もあるしな、なんか1話あれもこんな終わり方だったっけみたいな。そうそうあるねそれ。覚えられなくなってきて。わかるわかる、あれだよね。そう結構さあのリアルタイムで見る時間がさないから、そうそう、うん、そこのところはね難しいところ。まあまとめてみるのが一番なんだろうなって思うな、うん、毎週30分ずつさ、うん、見るって思ったらなんかその時間取るの大変だし、うん、それなら何話が待ってからね2時間ぐらいで一気にみたいな方がいいんかな、うんうんうん、あれだよね、 Netflix とかさ D アニメストアとかさあのそういうのがさなんていうのかな、あるからさ結構おすすめだよっつって今誘惑が言うだけ言っとこう。海のとかね、うん、もうね誘惑がすごいけどあれだよね。いやでも入る、うん、のかもなって思いながら。かみちゃん割となんか洋楽好きだからあれかなって、洋画とかも好きなのかなってイメージなんだけど、洋洋楽でもないのか、まあ、うん、いや洋楽は好きだけど、うんうん、うん、でもあんま好んで洋画を見るっていうわけでもないかも。あ、そうなんだ。音楽は好きだし、映画がめちゃくちゃ好き、うん、まあ好きは好きだけど、うん、ってわけでもないし、メインインブラックとか好きですよ。ん？メインインブラックとか結構昔の映画、あ、そうなんだ、ウィル・スミスが、あーなるほどね、出てるんですけど、メインブラックとか、うん、ワイルドスピードとか、あーなんかあの辺はよく見とったけど、いいですね、なるほどね、最近はまあ、うん、まあ、見たいなって思いつつなかなか見れてない感じかな。昔の映画が多いかも、うんうん、それこそウエストサイドストーリーとかさ。ウエストサイドストーリーはなかなかだね。あれはもうめちゃくちゃ見たけど。なんかミュージカルが好き。あ、そうだよね、うん。うん。ウエストサイドストーリーはミュージカルのイメージが強いな。うん、めっちゃ見てますね、うん、私もあれ。何回も見てる。いや、いいね。いいものが多いよ、世の中。うん、そうですよ、うん、やっぱこういうのを見る時間って大事だなって思うな、うん、そうだね、特にさ動画作ったりとかする時にさなんか参考にできそうって思う時ない、うん、なんか最近そういう目で見てしまう。そうそうそう、わかるわかるわかる。もうさあのテレビとかかかっててもさ、なんかあこのなんていうのかな、あの角度から動画撮ればあのこのなんていうのかな画角で入るんだみたいなさ、あテロップここのテロップこういうこと書くんだみたいな。わかるわかる、いやそんな見方をしてしまう、うん、なるよね、あのなんか CM のタイミングだったりとかさ、そう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 、ここで切ればいいのかとか、そうそう、ドラマのつなぎ、ああたしドラマのさつなぎ方だったりとかさ、うん、見ちゃうよね、作る側になってしまう、うん、そう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 、ストーリーよりも そっち見てるかもしれん。あそうそうそう、やっぱ夏にやりたいこと、そう私はね夏にやりたいことあれなんですよね、でもやっぱプールとか行きたいよねっていう話になっちゃうよね、夏だとさ、あー行きたい、プールそれこそ何年も行ってないかもな、うん、なんかさ市民プールとかでもいいからさ泳ぎたいなっていうのがちょっとあって、そう確かに、そう思いっきり泳いでね、なんかザバーバシャーみたいなさやりたいな、そう水着は持ってるのになんで泳いでないんだろうみたいなさ。私も水着ないかもな、はい、今、あもうないか、どうだった、なんか覚えてないけども、うん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 、ないかも。ないか。そう私さあの旅行に行く予定があって行けなかった時があったんだけど、うんうん、そのために水着買ったんよ。一回もあれだよね、プール入ってなくてさ、悲しい悲しい水着がいるからさ、ちょっとぜひ水着着てね。
あのプール、あのさすがに市民プール行くのちょっとあれかなと思うんだけどビキニだからさあ、それはなか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 ね、ちょっとワンピースにしたかな、確かちょっとどっちだったか忘れたけど、まあうん、あれだったんで、まあ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 、ちょっとそれはね、さすがに遊びに行きたいかなっていう気はするけど、うん、それこそ海とか行きたいな、うん、行きたいね、もうあの着るだけでいいから、海の中入んなくてもいいから、うん、あ海辺で着るっていうね、ちょっとあの日光浴じゃないけど、ちょっと雰囲気だけでもね、うん、みたいな、うん、いや行きたいな、行きたいね、ほんとしんどいんだろうな今なんか昔ちっちゃい頃なんか一日中海で遊んどったりしたけど、うん、なんか親が疲れとった理由めちゃくちゃわかるもん今そうだね、わかるね、いや疲れるわっていう、うん、ほんとね、大人になってさ親のことがわかることって結構あるよね、うん、そうそうそう、うん、でなんかすごい頑張ってくれとったんだなみたいな、うん、そう思ったりあるね、あるなんか、ね、すごい偉大ですよ本当、大人になってからなんていうのかな、親がさなんていうの、人だったんだなと思うというかさ、うん、なんていうか、そうそうそう、子供の頃ってさ親ってさ神様みたいな存在じゃない、ある意味、うん、あのお父さんお母さんっていう生き物だったけど、うん、そう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 、もう今からでも何かしてあげられんかなってずっと思いながら、素晴らしいな、神様申し訳なくて。申し訳ないが今すごくて何かしてあげるのかなみたいな、あれよね、なんかさ親心でさ、うん、いろいろあのなんていうのかな、塾とか通わせてもらったりとかしてたんだけど、うん、いやーサボってたなっていう、まあ、そう習い事をねやりたいって言ったのやらせてくれとったのに、そうそうそう、なーって、まあ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 、それはね、まあ、それはそれで、うん、まあ、糧になってる今が作ってるんだと思えば別にいいけどね、そうですよ、うん、そうそう、だからこれからね返していけば、うん、ちょっとですね、うん、そうん、そう思うそうやね、そう、まあ、ちょっとあの話題が変わるけどさ、あのね、ついこの間の話だけども、うん、あの応募のカップルが、あ、誕生しましたね。うん、うんうん、ね、びっくりした。まさかのね、ネタかなと思ったらネタじゃなかった。うん、なんか混乱してしまうドラマの続きかなみたいな。うん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 。いやなんかで、なんか CM とかのネタかなと思って、うんうん、あのしばらくしたら、あ、実は嘘でしたみたいな、残念みたいなのが流れてくるかと思ったら、あれこれ全然流れてこないけど、あ。マジかと思って。いやびっくりした、ね、本当。いや本当おめでとうございますですね。なんかすごい嬉しかったもん。うん、なんか嬉しいニュースが久々に見れて嬉しかったね、うん、本当。そうそうそう。うん。ツイッターとか盛り上がってたからね。うん、ね、うん。なんかおめでとうで溢れとったのがすごい良かったわ。そうだね。いやあれだけどね、一部のさ、あの学キーのファンとかさ最後の取り目があってなっちゃったな一部の方がちょっとあの発狂してたけどそれはそれで面白かったけど、まあまあまあ、いつものことでこの手のニュースが流れた時そう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 、いやもうね、だってさずっとさね、一人よりいいんじゃないって思うけど、まあそれはそれで一つの選択肢だけどさ、ずっと一人もさ、うん、なんやけど、まあね、せっかくそういうね、あの機会に恵まれたんだったらね、おめでとうじゃないのかなとは思うんだけど、まあそこはみんなもうネタでしょ言っとる人も確かに確かに、いや結構年離れてたもんね、うん、結構離れとったかな、なんかガッキーが32歳だよね多分、でシノさんが40歳とかだよね、うん、からお結構離れてんなと思ってけど、うん、てか星野さんが40歳にびっくりした、いやあの人若いよな、若いよねそれにびっくりしたわ、うん、あそうなんだと思ったもんね、うん、そう確かに、うん、うん、あれでしょ、割とカビちゃんは星野源さんが
好きなのかなっていうところあるけど、うん、どうでした？結構前、それこそ逃げ恥の前、うん、サンっていう曲があって、うんうんうん、その曲から星野源がちょっと名前が世に出だした感があったけど、それよりちょっと前に NHK のライフっていうコント番組に星野源出てたんです。はいはい、知ってますね。そのライフ、うっちゃんのやつライフに星野源が出だしたぐらいから、うんうん、だからあれ何年、結構前、結構前、そうなると結構かな、結構前ぐらいからまあ好きでしたね。エッセイ読んだり、うん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 、アルバムも何個かあったりとか、ライブ動画見たりとか、うんまあ、してたんで、うんうん、まあ、なんか正直その俳優としてここまで有名になるとは思ってなかったみたいな感じはあったけど、いやでもまあ音楽も好きですよ、星野源。昔の曲とか、最近は結構明るいけど、昔は曲調明るいけど歌詞病んでるみたいな感じでそれはそれで好きだったんで、まあまあまあ面白い人だなって感じ。なんかひょうきんな人だよね、結構。うん、なんかその昔死にかけてるんで、あの人、そうなんだ、くまもくかなんかで死にかけてるんで、で復活して、そのいつ死ぬか分かんないから好きなことやろうって言って、今みたいな感じ。そういうエピソード聞いちゃうとよかったねだね。そうそうそう、本当に。ああ、そうか、面白い人ですよ。だってさ、そのね、そのなんていうの、やばかった時がなかったらさ、そこまでもしかしたら頑張れなかったとかもしれないし、で、あれだよね、ガッキーと出会えてさ、ガッキーとね、ガッキーと結婚できたってすごくない？すごいね。すごいよな。ライフのあの頃を考えるとつって。ほんとほんと分からんけど、でもその頃から面白い人だったからね。まあ面白い人だった、面白い人だった最初からね。最初から面白かった、面白かった。でまあ曲がバッと売れてって感じ。いやでもびっくりした、ほんと年齢にはびっくりした40、もう40みたいな。私あれだもんね、ニュースじゃないか、あれだよね、なんかヤフーとかのさ、ヤフーニュースか、ヤフーニュースの方でさ、記事見つけて、でそれ見た瞬間にさ、あれなんかあれみたいな、え同じ人、あれちょ、え、あ誰のこと言ってるって一瞬思って過去40って書いてあって、マジか。まあそんなさ、あれなんだけど、年齢は関係ないんだけどさ、私ずっとさ、なんか若く見えるもんな。そう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 、20代ぐらいかと最初思ってて、まあ言っても30代だろうなと思ったけど、すごいね、なんか、すごいね。目の部分もそも若いし、確かに。まあ童顔というか、そんなのもあるかも。ねえ。いやー、でもガッキーもいい人見つけたね。ねえ、本当もうお幸せにですよ。本当ですねって私どこから目線で言ってるのかよくわかんないけどいやもうよかった、嬉しい、嬉しい、いやおめでとうです、本当、本当にそう、これでまた恋が再ブレイクするんだろうね、てーれてれてだろうな。そういや、カラオケ行った時に、ランキング見てやろうと思っとったのに空いてなかった、カラオケカラオケランキング見ようと思っとったのに、あ、そうだよね。カラオケね。ほんと今、お店がね、悲しい。空いてないから。空いてなさすぎる。そうなの。わかる。いや、ツイートでね、ちょこちょこカビちゃんも言ってたよね。空いてないわ。空いてないわ、つらい。空いてないわって。どうしようもないもんね、空いてないと。空いてないとね、もう、そうなの。どうにもならんから。なんか、お金多めに払えって言われるぐらいの方がまだいいよね。まだいい。あ、払えます。ないんで払いますってなるけど、空いてなかったの、空けるとは言えんからな。そうだよね、もう自分専用のカラオケルーム作るしかない、ね、本当に結局家で歌うみたいな。そう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 、いやー防音室作んないとだな本当にそう、いやー買いたいわ防音室。防音室ね、あっけーのつって高いよな防音室、あっけーの、いつ調べても高いの、もうほんと
なんか10万くらいするよね多分。安くて、ね、安いのでもそれくらいする。でも狭いし、うん、ぐらいの、うんうん、やっぱ確かなんか段ボールかなんかのやつがあってそれが10万切ってるんだけど、うんうん、でも段ボールだからなっていう、ね、どうなんていう、そう、うん、なんか意味なかったら嫌だしな、変に安いの買って。そうなんだよね、まあ、よりは違うんだと思うけど、うん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 、壁になんか貼るぐらいのことかな、うん、そうだね。隣の部屋にあの騒音計とか置かせてもらってどのくらい音漏れるかちょっと調べたい一回。うちちょっとさ作りがあれだから、そなんていうのかな、あの隣の方にはねあんまり聞こえないと思うんだけど、あの角部屋っちゃ角部屋だから、うん、そうなんだけど、あの外に聞こえてるんじゃないかっていう不安がね ある常に嫌だな。家の外に一応木造だからさ、木造は確かにちゃんと壁の中あれ入ってないと漏れますね、うんうん、そうだね。割とあれだけどね、 iPad とかの音楽とかあとテレビの音楽とかを超大音量にしても家の外出た時に聞こえないからある程度は大丈夫だと思うんだよ。じゃあそうそう、じゃあ大丈夫だけど人の声ってまた別やん、うん、そうそうそう、そう結構ね、あの道歩いててさ、そうそうそう、うん、夜とかさ配信とかしてるとさ大丈夫かなって思う時あるよね。確かにな、私外は大丈夫だな、うん、上の方の階なんで。あ、そうなんだ、うん、けどやっぱ隣が、うん、今もねその壁に向かって、うん、壁に向かってというか、うん、向きが上に向かって喋ってるんで、そっち隣の人、うんうんうん、聞こえとったら嫌だな、まあ、いいけど聞こえるのはいいけどなんか言われたら嫌だなっていうね。そうだね、確かに、まあ、実況とかやってるとどうしても声大きくなっちゃうとかあるからね。うんうんうん、まあ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 ですよ。まあ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 。言うてね、言われたら言う。うん、言われたら言われたらね。あれ、言うてね、あの、隣の人がね、大音量で歌ってるの聞いたことあるから。じゃあ、お互い様。そう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 。あの、家のドア開けた後なんだけどさ、もうめっちゃ聞こえてきて、おっちゅーっつって。これはまあ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 かなって思いながら聞き流した部屋の中にいるときは聞こえなかったんだけど、家の外出たらさ、まあまあまあしょうがない、おっちゅるって思って、まあ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 、まあ、いや歌聞こえとったらやだな。まあまあ大丈夫、かみちゃん美声だから。いやもうめちゃくちゃ歌ってるんですよね、もう毎日。わかる、私も毎日歌ってる。一人暮らしさ気兼ねなく歌えるからね。めっちゃ歌っとる、やばい、うん、分かる、やばい、もう本当にまずあのお風呂場あれだからね、コンサート会場だからね。うん、いつだって歌っちゃうんだよな、うん、歌っちゃうね。あれね、絶対お風呂場さ、あの音も反響するから絶対うるさいだろうにさ、今まであの怒られたことないわあの住んでる人がいい人たちな気がするいやまあね、しょうがない、歌ってしまうのもしょうがない、しょうがない、歌いたいんだもん。そう、歌いたいからしょうがない、うん、さてさて、ぼちぼち30分ぐらいか。おう、早いね。早いですあっという間だね、今週も、うん、今週今日も今月今回ですね。ねえ、早いです。早いですね。来月は何かこういうことやりたいとかありますか？来月ね、まあなんかやりたいゲームはいっぱいあるんですけど、うん、ちょっとできるかどうか、うん、スケジュールがまだ読めないのであ、そうなんだ。もうちょっとね、うん、忙しくなるのか暇になるのかが始まってみないとわからないみたいな。あるね、確かに。来月は、うん、そうですね、そう、今はツイッターでアンケートを取ってますけど、うん、その歌ってみたをね、やりたいというか、もうやろうと思って、ずっとやるやる詐欺とか、うん、やるやる詐欺というか、やりたいって言い続けとったけど、うん、もうとりあえずなんか、うん、
1個出そうと思って。あ、いいじゃない。そのクオリティはどうであれいいじゃないか。1個出してしまおうと思って今ね、アンケートをね、出るんですよ、うん、けどその、うん、マイクもないし、ま、今日ポップガードをポチったけど、うん、その専用の機材とかもないし、別にミックスができるわけでもないし、うんうん、なんて、うん、まあどうなるやらですけど、とりあえず、うん、まあやるだけやってみようかなと思ってますけど、うん、それがいつになるかはちょっとわからない。その、うん、ハモリのパートを覚えるのにどれくらいかかるかがちょっと読めないんで、うん、ハモリのパートまでやるのか、すごいな。はい、やりますやるならね。やるならね。やるならね。プロや。で、うん、ちょっとね、その辺とかもやりつつ、うん、まあ、そこそこの納得がいくものができれば出るかなって。楽しみだね。いや、ね、本当ね、そうです、歌とかはね、思うんですけど、音楽というのは音に楽しむと書くじゃないですか。はいはい。本人が楽しんだもん勝ちですよっていう。そうなんですよね、うん、っていう、 もう気持ちで私も歌ったりとかしてるけど、うんうん、それでさ一緒に楽しみを共有してくれる人がいたらもうそれは最高だよね。お、うん、そうなんです、うん、その、うん、ショールームとかアプリ使って、うん、そのカラオケ配信とかもまあしたいけど、うんちょっとそれもよくわからない。なんか前配信した時なんかマイクが入らなかったよくわかんなかったんで、あるよね、ショールームちょっとよくわかんなかったんで、音声トラブルあるよねよくね。YouTube で、まあ、やれたらいいけど、この間ちょっとやった時なんかね、うん、音が若干ずれてたんで、あるね。それをね、それが治らない人にはちょっとどうしたもんかって感じ、うん、そうそう難しいよね YouTube。電話がちょっとずれるぐらいならさ。うん別にいいけど、わかる。その音が歌ってもずれちゃうね。うんうんうん、もったいないよね。ダメなんで、やっぱ。そうそう。ちょっとそこをなんとか解決法がで、うん、見つかれば、また YouTube でもやるかなって思ってますね。わかる。そうやね。まあ、うん、あれだね。歌ってみたわ。なんかいろいろやり方があるみたいだから。いやー、かみちゃん楽しみですよ。ね、いや本当もう。うん。めっちゃかみちゃん上手いからな。もうそのハードルをもうくぐっておくぐっていく、うん、くぐっていく、うん、くぐっていくいやーやっぱマジで思ってるから、まあまうん、いやありがとうございます、うん、思ってるから、まあ、やるからにはねちょっと頑張りますよ、うん、楽しみにしてます。はいです、ね、さてそう私も一応ね6月はいろいろやることがやることというかやりたいことがあって、うん、でまあ半分あれなんですけれども、まあこれはねちょっと達成しても達成しなくても笑って迎えるっていうのは決めてるんですけど、6月いっぱいねちょっと毎日配信をしようと思ってるんだけど、うん、で毎日配信して、目標として、登録者さん1000人いきたいなっていうのが前々からありまして、でそれを目指してやっていきたいなと思っているんですけれども、まあまあまあそれはさやっぱみんなの心があるものだからさ登録者さんって、うん、からなんかまあ行ったらいいなっていうの、それなりのもちろん私も努力はするんだけどね、けどまあそれはまあなんていうのかな、楽しんでもらえたらいいかなっていうのを思ってるんよ、うん、みんながね、だからエンタメとしてそれをちょっとやりたいかなって思っているのと、あとねちょっと6月はね私の夢を叶えたいと思ってまして、でまだねまだあれなんだけど言えないんだけどそうまだ言えないっていうかちょっとねコロナがあってねまだ言えないんだよね、申し訳ないんだけど、そう私もちょっといろいろと都合が変わってしまったというか事情がいろいろあってあれだよね、なかなかさ言えてなくて申し訳ないんだけどさ、言えるようになったらちゃんとね言うんですけど、ちょっと私の夢をねもう叶えるためには動いているので、7月ぐらいをめどにどんな形であってもちょっと叶えるつもりでいるので、まあ、お楽しみにっていうところですかね。楽しみです。はい、で6月中にちょっとその準備を
多々やらせていただく予定なので、まあ、言えるようになったらちょっと、ちょこちょこ情報出していこうかなと思うので、よかったら、見てみてくださいってとこですかね。はい。はい。というわけで、今日は、カビちゃん、今日もか。ありがとうございました。ありがとうございました。かな？何かお知らせある？まあ、お知らせ、あ、そうですね。先月もちょっと話したんですけど、フレンドリーファニーサーカスっていうグループで、私個人でね、先月4月まで、カビチャンネルっていうふうにゲーム実況やってたんですけど、そこから、グループ実況に移籍というか、新しくグループ実況を始めたので、そっちの方で今活動しているという状況です。で、まあ、配信、毎日配信か動画投稿かどっちかはあるみたいな状況で、まあ、結構頻繁に更新がされてる感じなので、まあ、Twitter の方見てもらえれば告知等と、あと週間予定とかも一応貼ってあったりするので、まあ、そっちの方を見て興味があれば見ていただけたら、配信も遊びに来ていただけたら、私がいるので私がいますので、まあ、よろしければっていう感じですね。ありがとうございます。楽しみや。さてさて、そうしたらば、今日はこの辺で終わりにしようか。はい。じゃあ、またねって感じで終わりにする？そうしよう。毎回のやつ。それでは、またねー。バイバーイ。